この時期暑いから大変ちゃいます。そうそう。今日はまた風あるからね。あーですよね。これとまだ水面やからね。多少マシやね。涼しいです、ね。ああ。麻生とかこう石の上は結構暑いけどね。はいはい、撮りましょうか。はい。ありがとうございます。その町並みが現在の近江八幡市でございまして、八幡山下町と呼ばれておりました。琵琶湖総合開発により琵琶湖の水位は約100センチ下がってしまいました。当然八幡堀の水位は国会施設だしなどたくさんの文化財が収められております。八幡橋の手前には大鳥居が建てられております。正面には八幡山と申しまして
最初の役に